こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は海外発送には EMS を使うのがおすすめですというお話です。前々からね、納品でも、FBA の納品でも EMS を使うべきだという話をしてるんですけど、最近引っ越したね、アパート、オーストラリアのアパートで、荷物の置いてる具合を見てですね、これはますます EMS しかないなと思いました。どういうことかというとですね、このように集合ポストね、誰でも入れる集合ポストに荷物が、ね、置いてあるんですけど、ここに置いてあるのが、ポストに入らない荷物。ね、これはたまたま2つしか写ってないですけど、多い時はここにね、10個ぐらい並んでます。で、外から入ってきた人が持ってこれるってことは、持ってっちゃう人もいるしね、中の人ももしかしたら持ってっちゃう人が、いるかもしれないと。まあ、ね、何が入ってるのかは、書いてある場合もありますし、書いてない場合もあるんですけど、不在票入れるのね、めんどくさいとかね、一件一件呼ぶのめんどくさいから、まあもうここに置いてっちゃう配達員が結構多いです。で、海外ではこういう配達方法を捉えてますんでね、サインをもらわない、郵便物がきちんと届くかどうかっていうのは、かなり運任せになります。で、届かなかった場合はね、当然それペナルティ、まあ、保証をするなり、あるいはね、注文あったのに届けなかったという罰がつくということになりますんで、必ず EMS で送ってください。もう価格差とか考えてもね、ほとんどありませんし、海外では EMS に相当するサービスは非常に高いです。例えばね、サルビンみたいなものが2000円だとしたら、EMS みたいなサービスは6000円から8000円っていうのが普通なんですけど、日本の場合は、ね、EMS が非常に安く使えるという、有利な状態にありますんで、eBay で、物を売って送る、あるいは Amazon でね、自己発送分を送るという場合には、EMS を使うことをお勧めします。なんかね、EMS の回しもんみたいですけど、やっぱり追跡できて、受取サインがもらえて、保証が標準でも2万円ついてると。ね、これだけのサービスが、他と比べて大して金額差がなく使えるのに、他のサービスを使ってしまうというのはね、非常に、馬鹿げてます。EMS を使っておいた方が無難なんで、ストレス、できるだけストレスをね、少なく、輸出に取り組むには EMS で発送してください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。